はい、どうも、1717181です。今日はね、自作ゲームの実況プレイということで、駅伝部ゲーム3をやっていきたいと思います。はい、初めから。モードを選んでください。ノーマルですね。ノーマルとイージーの両方がありますが、とりあえずノーマルで。ここの、6文字以内ってこれは入らないんですかね。とりあえずやってみますか。はい。これは5000メートルのタイムが並んでいるので、まあ適当に良さげな人を選びましょうということですね。はい。とりあえず選んでいきましょう。この数字は何だったかな？ 毎度ながら説明を見ずに始めているので、ちょっとわからないんですけども。まあいいでしょう。はい。とりあえず6に選んで進む。はい。これはまあ駅伝部ゲームシリーズで、まずローテメニューを、これは、ちょっと待ってよ。最初から1、2、3、4が選べるんだけども、これ、そうですね。だからまあこんな感じで、まあ最初は2ぐらいでいいでしょう。はい。調子バーが丸パーセント以下の日に自動で休みにする。なんかいろいろありますね。ありますね。あります。あります。なんかでも適当に 全部オンでもいいような気がする。まあこのゲームは、駅伝部ゲームということで、大学の駅伝部をね、舞台にしたゲームで、このローテメニューを行うと、練習を1日やって、で、練習を行って、それに応じて、まあ、ステータスが増加したり、まあ、休養というか、その疲れが溜まって休んだりとかをするということですね。で、まあ、一応3ということでね、駅伝部ゲーム2から、まあ、正当に進化した感じの、内容になってると思います。これはそうだな。今までは月の初めに、記録会のね、参加不参加を決めてたんですけども、今回は、ここの、スケジュール画面から決めるという感じになってますね。私もすっかり忘れていましたが。で、記録会を、参加することにすると、ここに、残りの日付が表示されると。はい。あっという間ですね。進む。はい。とりあえず出てみましたけど。早いのか遅いのかちょっとわからないな。あんまり早くはないですね。はい。一番早い人でも31分台なので、これではちょっと話にならないですね。前日ぐらいは休むべきでしたかね。で、今回はね、その出る出ないを選べるので、記録会もね、これまでは全員参加だったんですけど、だからこの月島さんは出てないですね。月島さんは現在この F96 っていうのは、F はまあ怪我ですかね。怪我をして、で、完治するまであと90日ぐらいかかりますよということですね。はい。あれ 今、あっという間でしたな。このローテミニを組んじゃうとね、連打でどんどん進んじゃうので、記録会の前日で休むつもりでも、まあ、それがちょっとやりづらかったりとかはありますね。で、これ駅伝もね、いっぱい載ってるんですけども、今は出られないですね。で、ここに2部駅伝というのがここに最後にありまして、3月17日ですね。で、ここで駅伝を行って、上位に入れば1部昇格、そして、ここに載っている、まあ、箱根駅伝をはじめとしたね、まあ、いろんな駅伝に出られるようになるということですね。はい。とりあえず記録会は出ますかね。5000、1万と。はい。そうですね。まあ、このゲームの特徴は駅伝が多いことなんですが、とりあえず一部に上がらないと、全然駅伝に出られないので、その辺の説明もちょっとできないんですよね。D だけどちょっと出ちゃいますか、この人は。はい。まあ、記録はいまいちですね。これ、何年目ぐらいで出られるんでしたかね。ちょっと練習もこれあんまり本気でやってないので、
この適当なメニューで、だらだらと続けていて、ちょっと一部に、このね、今日の動画で上がれるのか不安なんですけど、まあ、とりあえず2年目の、駅伝まではやりましょう、今回。多分これは出られないですね。標準記録を切ってないって、それは2の話か。これ出られんだ。ああ、そうなのか。完全に、あれですね。あれ？違う。3人ずつ選んでくださいって、これ3人選んだ後キャンセルとかでできるのかな？ああ、そんな感じになっちゃうのか。なるほど。もう完全に忘れてるんですよね。あんまりやり込んでもいないし。ああ。これは全員選ばないと進めないんですね。はい。なんか、これ実在するね、大学の名前を、ちょっと変えてるんですけども、私の大学171718大は、まあ、60人出てる中で、37位と59位、60位ですね。あまり良くはないですね。5000メートルでも、まあ、かなり悪い。1万メートルでも同じ。はい。ハーフも、ああ、まあそうですね。でも、上の人でも40位台なので、まあ全然。はい。で、学校ごとの、ランキングも一応出てます。はい、私は マイナス917、こんなのあるんですか？ ちょっとスコアの出し方がよくわかってないんですけどもね。はい。これはなんか、意味あるんでしたかね？戦歴リストに記録されるんですか？はい。なんかこれ、それぞれの、リストのなんか数字を満たすと、ここの右側の数字が上がっていって、まあ最高100点みたいな感じですね。いやー、忘れてるな、本当に。結構テストプレイはね、頑張ってやったはずなんですけどね。もう完全に忘れてますね、本当に。はい、今これ画面がね、ちょっと一瞬白くなってますけども、これは裏で駅伝が行われてるということですね。はい、この9月23日の北極街道駅伝を皮切りに、駅伝シーズン、秋冬の駅伝シーズンに入るので、で、まあ駅伝が行われてね。で、駅伝はこれは、これ全然見えないんですが。これは拡大はどうやるんだろう。この駅伝に関しては、自分が出てなくても、裏で、行われるので、まあちょっと2部にいるときはね、このチカチカがちょっと邪魔かもしれないですけども、まあ、こんな感じで、駅伝がどんどん行われてますよ、ということですね。はい。これ記録会はちなみにあるんですかね。ああ、11月の10、11があったんですね。完全に逃しましたね。はい。まあ、飛ばしますか。はい。なんか、いまいちですね。やっぱりこれは練習のやり方が良くないんでしょうね。もっとこう。これは、あれか。休む基準がちょっともうちょい上の方がいいのかな。リハとキューの違いがわからないですね。休んじゃった方がいいような気もするけど。まあ、今回はとりあえず、今回はとりあえず、このままでいきます。次もしプレイするときがあれば、その時は、ちゃんとね、もし今回でうまくいかなかったら、その次やるときは、説明を読み込んで、しっかり 対処できるようにしたいと思います。はい。で、とりあえず出ましょう。1時間10分では全然ダメですね。これ総力はちなみに上がってるんですかね。これ一覧で総力を見たりとかはできますね。あんまり増えてないですね、やっぱりね。駅伝出場数ゼロはちょっと物足りないですね、やっぱりね。早く駅伝に出たいんですけども。あ、正確上り下りか。正確は確か1、2、3、4で、なんかこう、
それぞれに特徴があるけど、まあ、これがベストみたいなのはあんまりなかった気がします。で、上りと下りの適性は、まあ、駅伝に出ないうちは全然関係がないですね。はい。駅伝に出るようになると、まあ、ちょっと影響してくるんですけども。で、これ、月島、でも1500最初の方が出られなかっただけですかね。はい。2部駅伝までの日付が出ましたね。この2部駅伝というのがまあ大事な大会でして、ここで上位に入ると、まあ一部の下位の学校と入れ替えになって、で、うわ、全員休みになっちゃったよ。やり方が悪すぎるんですかね、これは。さすがにこれはちょっと良くないな。あ、これ、そっか、休みだと、これあれか、日付が進まないのか、多分。あれ、そういうことでもない。あれ？この D の人の日付が進まないっていうのはちょっとなんでなんでしょうね。わからないな。まあいいや。あれ。あ、そっか。クリック1回でできるんですね、これはね。まあ、調子は悪いが出すしかないですね。これもう全員飛ばせ。これフリーはまあ、適当に走力のまま走る。まあ、駅伝ゲーム1、2と変わらない感じですね。で、飛ばせだと、まあ、結構速いペースで行くけども、怪我の確率が上がるのと、失速する確率もまあ高いと。普通に、あれ、普通にが駅伝部1、2と同じですかね。フリーと普通にの違いがちょっとわからない。抑えるはまあ逆ですね。あまり頑張らずに、まあ、怪我のリスクを抑えて、まあ、タイムもあまり伸びないという。フリーと普通にの違いはちょっと後で確認しましょう。はい。まあ、これはどうしようもないですね。はい。で、今回はその区間順位と総合順位が、あれですね。別になったんですね、これはね。はい。で、ここの、前区間、前の区間との、順位の、この変動を見ることができて、で、この次の走者に関しては、ここで、個別にね、これまでの展開を見て、指示を変えることもできると。まあ、全体的に、駅伝部ゲーム1、2からは、まあ、進化しているという感じになってます。はい。まあ、やはり、ダメですね、全然ね。最下位ですね。はい。まあ、この2部駅伝はね、1区間12キロで、まあ、ずっと同じ区間を周回しているようなイメージになりますね。はい。結局、ビリでしたね。で、これで、今、上位2校ですかね。そこが、年度末処理中。あ、これですね。先ほどの上位2校が2部から1部に上がって、逆に、1部の下位2校が下がっていると。わからない。全体の、まあ、スタミナあたりからいきますか。OK。まあ、パッとしないですね。はい。あ、ちなみに、これ地味に駅伝部ゲーム1、2に比べると、若干、人数が増えてます。はい。これまでは1学年5人の合計20人だったんですけども、今回はね、1学年6人。で、まあ、オンにしておこう。1学年6人で合計24人となってます。まあ、とりあえず、記録会出しますか。OK。3分台は確か去年はいなかったので、若干上がってますね。あれ、14分34とかか。なんか、だいぶ早いな。あれ？ なんか、去年は相当もっと遅かった気がするんですけど、いつの間にかなんか、あれですかね。成長してたんですかね。隠れてね。まだね、EFF とかなので、あんまり良くはないはずなんですけど、これで14分34とか出るんだな、FFG でな。1万メートルだけ出てみますか。5月20日。
まあ、適当に。そうですね。まあ、30分台ですけど、去年よりは上がってると。6月はいいですかね。7月に出ますかね。まあ、適当に。去年に比べるとちょっと欠場者も少ない。まあ、それなりの記録は出てますね。30分25秒。とにかくね、このゲームの特徴は、まあ、駅伝がいっぱいあるっていうことなので、そこの駅伝にね、その駅伝をプレイするとこまでなんとかしてたどり着きたいんですけども、ちょっと、やっぱり練習メニューの組み方がね、下手な 作者なのに下手なこともあってね。まあ、ちょっと、いけるかどうかはわからないですね。というか、多分いけないですね、これではね。まあ、インカレはこれなんか、効果があるんでしたかね。あんまり覚えてないんですけどね。あんまりというか、もう全然覚えてないですね。この人だけ D なのに、怪我しちゃってんの惜しいな。まあ、あんまり良くないのは変わらずですね。うわ、これはさすがにひどすぎる。今回も、まあ どうしようもないですな、これは。そうですね。このゲームは、まあ、駅伝のところまで行ければね、もっと面白くなるんですけど、そこまで行けないようだと、ちょっと、あまり楽しみがないゲームではありますね、残念ながら。駅伝のシーズンに入りましたね。一部の駅伝はね、16個もあるのでね。まあ、とにかく連打してでも早くそこに行きたいか。あんまり良くないですね。今回はあんまり良くなかったですね。なんか全然成長してる感じがない。あれ、12月のを飛ばしちゃいましたか。まあいいや。ここ出ますかね。あとはなんか強化された機能とかありますかね。この辺の、表示は、駅伝部ゲーム2とほとんど同じですね。駅伝部ゲームの2にあったその顔グラフィックだけはちょっとなくなってますけども。大会の履歴。ああ、自己新聞が出るようになったんですね。って前もあったかな。PT 一覧。あ、これはそうですね。一部の、これですね。今現在のポイントがどんな感じか。これは、駅伝の順位によってこのポイントがついて、で、それで、総合優勝、年間総合優勝とか、あとはその降格が決まるということになります。で、歴代個人記録は、そうですね。この駅伝をね、やっぱり早くやりたいんですけどね。あ、ちなみに、イージーモードで始めると、最初から駅伝ができるんでしたかね。確かね。なので、駅伝をね、最初から楽しみたいんだったら、イージーモードがおすすめですかね。皆さん出てますね。タイム、記録、自己新。ただ、1時間7分台ではちょっと、戦えないですね。この次のね、この1万メートルで29分台が複数出てほしいんだが、これはちなみに、あれ、これはないのか、それは。まあいいや。30分台前半は一応出てますね。この人はまあそこそこ早い。まあ基本的には A か B の人はまあ調子がいい。で、C は若干悪いので、
ブレーキというかね、その、実力を出し切れない可能性が、まあ、そこそこある。で、D は、まあ、もう少しあるという感じで、その辺の、このね、まあ、B まではまあいいんですけども、C、D あたりを、記録を見て出す出さないの判断っていうのは、まあ、結構難しい感じですかね。そうですね。まあ、どうせ勝てないんで、まあ、適当でいいんですけど、この中島が、いで、どうでしょうね。迷うけども、まあ、今回は出さんでねえか。まあ、こんな感じでいきましょう。はい。いやー、タイムのね、そこそこいい人を出しても、この順位というのはやはり厳しい。お、でもここは、あ、でも12位か。あれ、ちょっと上がったな。でもやっぱり、ね、キロ3分の36分を切りたいところですよね。16位。去年よりは上がりましたね。はい。ただこれ2位までに入らないといけないのでね。まだ21分なのであと1年ぐらいできますか。そうですね。じゃあまあ何も考えずに。はい。なんかポイント増えましたね。どこで増えたのか全然わかんないんですけども。まあ全体のスタミナあたりを増やしとけば とりあえずスタミナなら大丈夫という適当な考え。はい。まあ何も考えずに行きますか。本当はちゃんと考えた方がいいんですけども。これなんで、いや、合ってるか。なんかあんまり。いいタイムは出てない感じ。これ1年に負けてるっていうのはちょっとどうなんですかね。そんだけ有望なのか、あるいは疲れが溜まっているとかなのか。おー、これはどう見るんだ、これは。これは、上級生がタイムを出せてないのはどういう理由なんですかね。これ、あれ C の人が、あ、これ D より悪いか、全部。なんか C の人も本当は休んだりした方がいいような気もするけども、ちょっとわからないですね。作者なのにわからない。まあ、とりあえず今回はね。まあ、もう一回というか、その、駅伝のね、一部に上がって駅伝をしっかりこなすところまでは、動画にはするので、まあ、やるしかない。お、やっと29分台出ましたね。ようやく。歴代個人記録でもまあ、今のが1位ですね。裏。なんかあんまり目立たない人のような気がしますけど、ここですね。DEF だから一応、総力的にも一番上ですね、この人はね。はい。で、次の記録会は、まあ一応出ますか。どっちかだけに出ますか。5000だけ出るかな。14分30はまずまず。なんか、最初の記録会が一番良かったっていうのはちょっとわからないですね。やり方がやっぱりあまり良くないんでしょうね、きっと。で、なんかを見ようと思ったけど忘れたな。8月の記録会は5000以外の2つに入れましょう。なんか休みの人が多いですね。パッとしない感じ。そっか、裏は狙わなかったんですね。まあ、しょうがない。はい。まあ、インカレはな、この人がさっき1万メートルで速かったから1万に出したいか。よくわかんない。ニャピ。
適当ですな。あれ、この人はあまり調子が良くなかったけど。はい、じゃあこの辺ですかね。これ、なんか直接選び直せないのはちょっと微妙ですね。そんなもんか。もうでもハーフはちょっと上ですね。総合だとどうだ？まあ一応一番下ですけど、ポイントは上がってきてますね。はい。で、駅伝シーズン突入で、まあ我々は 黙々と2部駅伝に向けてやるしかないですね。あまり自己芯が出ていない。どうでしょう。ちょっと、いまいちいい鍛え方になってないんですよね。これ、前の時と同じように、もう少し手前で、もう一回ぐらい、休みの日を入れて調整した方がいいんですかね。この辺で入れたりして、どうでしょうか。なんか伸びてるのか伸びてないのかよくわかんないですね。はい、これでは不安ですね。この辺も出ましょう。去年が16位でしたかね。まあ、それよりは、上でやりたいんですけども。一応自己新ではありますが、タイムはあまり良くはないですね。1時間4分台ぐらいは出してないんですけども。はい。29分台は出てますね、一応。一応まあ D がちょっと目立つようになってきているので、まあ若干は上がってきているはずなんですが、あくまで若干ですね。はい、まあこの人は出しちゃいますか。この人はなかなかいいが、1万メートルのタイムは良くないのがこの人は。どういうこっちゃ。上野と他の人だと、この人を出すべきな気がするね。この人はいらないですね、多分。あ、そうなっちゃう？あれ？ちょっとその辺が理解できてないが、こんな感じですか。じゃあ行きましょう。はい。お、これはなかなかいいですね。36分を切ってるのはいいですよ。これは失速という感じですかね。だいたい失敗の判定が出ると1万メートルでジャスト1分ぐらい遅れたはずなので、そして総合順位は15位なので、一応去年よりは一つ上ですけども、まああまり成長はできてなかったですね、残念ながら。はい。まあ、私のやり方がね、悪いので、皆さんはもっと効率よくやりましょうという感じで。じゃあ、今日はここまでにしましょうかね。これはセーブできてるかな？なんかこのゲームは結構、セーブデータの容量が大きいのでね、毎回の駅伝の記録とかを全部残してるので、ちょっとちゃんとセーブできてるかも怪しいんですけども、まあ、とりあえず、今回ここまでということにいたしたいと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。